マウンドに上がりました。さあ注目の立ち上がり、背番号70第3球を投げた、インコース低め、見逃し三振、山本3球で仕留めてみせました。投げた、変化球、空振り三振、2者連続三振。右バッターボックスは3番、投げた、外角高め、見逃し三振。リプレイを、いや、マウンドに上がる。1回の裏、日本攻撃に入ります。第1球、ストレートはボール。投球これから2球目、外角見送ってストライク。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、決まった、ストライク。第5球投げました、インコース引っ張った、切れていきます、ファール。第6球を投げました、カーブはボール。投げました、直球、見送ってフォアボール。先頭バッターフォアボールで出塁します。第9、1塁ランナー出た、ボールを2塁へ送った、これは楽々セーフ、盗塁成功です。第2球打ちました、これはピッチャー正面、アウト。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。次は5球目、三振。さあバッターは4番村上、怖いバッターが続きます。カーブ、空振り三振、大事な場面で2者連続三振。2回の表、チェコ攻撃に入ります。この回のトップバッターはマーティン、高め、空振り三振、4連続三振。バッターは5番、第3球を投げました、打ちました、左中間へ持っていきましたが取りました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスはマーティン、1球目ストライクから。第2球投げました、低め、ボール球打った、あっと抜けた、マーティン、ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。初球から打ってった、1・2塁間へ、1塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ、1塁ラン。2回の裏、日本攻撃に入ります。この回の先頭バッターは吉田、打った、これはいい当たりだ、入れば先制だ、さらに伸びていく、打ったバッターは1塁蹴って2塁へ、吉田いいバッティングを見せました。日本先制のチャンスを迎えます。第5球投げた、打った、痛烈な当たり、掴みました、ランナー2塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。さあさあ第2球打った、ウィリー下がっていった、落下点に入りました、取りました、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。投げた、打ちました、ウィリーバックしていった、落下点で構えます、取りました、これで3アウト。先ほどのプレーです。日本得点。3回の表、チェコ攻撃に入ります。トップバッターはウィリー、投げた、カットボール、空振り三振、山本見事なピッチングです。バッターは9番、投げた、打ちました、初球打ち、当たり損ない、一塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。第6球を投げた、外れた、フォアボール。バッターは指名打者エリック、投げました、アウトコース高め、見逃し三振、山本ナイスピッチング。日本この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番中野、打ちました、あっと取れない、中野いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。打ちました、いい当たり、ライナーだ、ライト前クリーンヒット、ライトからサードへ、ナ
ナイスバッティングです。日本先制のチャンスを迎えます。さあここでチェコ、ここはバントシフトを敷きます。インハイ、空振り三振。近藤、三球三振に倒れました。投げました、空振り三振、これも三振。チャンスを生かすことができません。バッターは4番村上。緊迫した場面が続きます。内角高め外れてフォアボール。これで塁が埋まりました。第3球を投げました。低めボール球打った。打球は右中間に上がった。これはヒットになります。中継、日本2点入りました。吉田タイムリー。日本なおもチャンスが続き、さあ追加点のチャンスにバッター岡本。見逃し三振。ここは3球で仕留められました。序盤終了しまして、ゲームは中盤4回に入ります。第5球投げました。157キロ直球、空振り三振。2者連続三振になりました。はい、第4球を投げました。打ちました。村上掴んだ。一塁送球、あっと送球それた。サードのエラーが記録されます。バッターは5番。第1打席はレフトフライに倒れています。打ったい当たりだ。センター前進、掴みました。中継、ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。第1球投げた、初球を打ちました。ショートバウンド取った。山田軽快な守備を見せました。3アウト。4回の裏、日本攻撃に入ります。トップバッターは山田。第1打席は内野フライに倒れて、インコース高め、空振り三振。山田遠洋にやられてしまいます。バッターは8番中村。第1打席はショートフライに倒れています。初球打ち抜けた、中村いいバッティングを見せました。バッターは9番中野。これが2度目のバッターボックス。第2球ツーシームはボール、アウトコース低め。第3球ボール。第4球を投げた、ここで送ってきました。ピッチャーの右へ転がした。一塁へ送る、取ってアウト。スコアリングポジションにランナーを送ってきました。ツーアウトランナー二塁に変わります。おっとこれ当たった、デッドボール。ランナー2人を置いて迎えるバッターは近藤。今日はピッチャーグロと高めボール球打った、ライト取ってアウト、スリーアウトチェンジ。日本結局ラン5回の表、チェコ攻撃に入ります。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、初球を打った。山田ボールを掴んだ。一塁送球、山本取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、膝元へズバッと決まって、見逃し三振。第4球を投げた、スプリット、空振り三振。2者連続三振。山本最後は日本、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは変化球、空振り三振。インコースの変化球にやられました。第5球投げました、高めボール球打った、抜けた。村上ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。投げました、打った、痛烈な当たり、ワンバウンドヒットになる。中継、バッターランナー2塁でストップ。吉田ツーベース。さあチャンスを広げました。ワンアウトランナー二塁三塁となりまして、岡本今日は内角、空振り三振。ボール球に手が出てしまいました。さあここで勝つ。第5球投げました、外れてフォアボール。これで満塁です。先ほどヒットを放っている中村、次は5球目投げました、打ちました。三塁ランナーホームに向かう、抜けた、センターバックホーム。日本1点入りました。中村タイムリーヒット。日本なおもチャンスが続いています。では改めてリプレイを。さあ2アウト満塁という場面で中野、第1球投げました、初球打った、ボールはライナーでライトへヒット。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。日本この回3点目、中野タイムリーツーベースヒット。日本なおもチャンスが続きます。
第5球投げた、アウトコース高め、空振り三振。前半が終わりまして5対0、日本リードを5点としています。